はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、さあ本日紹介するのはですね、前回こちらのエボルドライバーの方レビューしましたね。よいしょっと、はい、それの関連になります。じゃーん。はい、今となってはもう入手困難なものになりました。デラックスエボルトリガーとデラックスラビットエボルボトルとデラックス、ドラゴンエボルボトルセットになります。はい、こちらの方は仮面ライダーエボルが、パワーアップするためのアイテムになりますね。本日こちらの方レビューしたいなと思います。はい、わしあとみくチャンネル。はい、それでは早速見ていきたいんですけど、まずは外箱の方から見ていきましょう。まずは、ラビットエボルとドラゴンエボルボトルですね。はい。仮面ライダーエボルのラビットフォームとドラゴンフォームに変身することができるアイテムで、それぞれバンジョーと、セントですね、を乗っ取った時の姿になりますね。はい。いや、まさか主人公乗っ取るってうのすごいよね。うん。で、横に見てみてこんな感じ。エボルボトルで遊びが広がるって話に書いてありますね。仮面ライダーエボルのラビットフォームに変身、ドラゴンフォームに変身って感じに書いてあります。で、必殺技と別売りのフルボトルでエボルマッチもできるというような感じに書いてありますね。うん。ラビットタンクエボルマッチ Are you ready? ラビットタンクこれちょっと聞いてみてな。でもタンクのボトル持ってないんだよね。はい。で、さらにラビットとドラゴン、こちらの方は、ちゃんと跳ねるみたいで、ドラゴンの方に関しては、口が稼働するような感じになりますね。口が稼働するというか首が稼働する感じか。はい。ラビットに関しては跳ねるからね、俺面白いよね。はい。では早速星の方から開けてみましょう。はい、それでは開けます。ざっと開けてみてこんな感じに入ってますね。ほうほう。それ以外は特に入ってない。うん。で、こちらの方を取ってみると、わーわー。じゃん。はい、こちらがラビットエボルボトルとドラゴンエボルフルボトルになりますね。はい。じゃちょっと見てみましょう。フルボトルじゃない、エボルボトルですね。はい。ラビットはこんな感じですごく赤い成形色で作られてる感じになりますね。うん。メタレットって感じかな。うん、結構かっこいい感じ。で、ここのボトルが回転するのと、ここのラビットが跳ねますね。刺すときはこっち側に刺して遊びます。はい。結構綺麗にできてますね。で、ここ、ウサギを模したような、模様になってて、すごく可愛らしいですね。とても敵が変身するようなものには思えないな。で、こちらがドラゴンエボルボトルになります。ドラゴンの造形がすごく綺麗にできてますね。うん。で、ここの部分は、塗装なんですけども、あとは、成形色というような感じになってますね。はい。でも目の部分もこれ、塗装だね。はい。で、やっぱりこっちが回転するのと、ここが跳ねるのが特徴になりますね。はい。ドラゴン、これでも面白いし、この首が伸びた状態で面白いですよね。これがね、稼働するっていうのが面白いよね。ドラゴン遊んでんのかなって感じ。ラビットも同じだけどね。ラビットも遊んでんのかなって感じですよね。はい。では早速こちらの方から、刺していきたいなと思います。はい、ではですね、早速やっていきたいと思います。まずはフェーズ2のドラゴンホームからですね、やってみましょう。変身。はい、これでドラゴンフォームに変身完了ですね。ドラゴンっていうのもいいですね。かっこいいな。はい、じゃあ必殺技いきましょう。はい、これでじゃあ一冊目、話すことができましたね。これではあれなんですね、エボルテックフィニッシュっていうのは一緒なんですよね。うん、はい。では続いて、ラビットの方を変身していきたいなと思います。はい、ではやってみましょう。変身。
フェーズ3完了ですね。はい。うん、ラビットがやっぱ跳ねてるのかわいいね。はい、では必殺技いってみましょう。うん、これもやっぱ同じですね。はい、なるほど。でもこのラビットとドラゴンフォームそれぞれか、敵役ながら姿が変わるっていうのは面白いですよね。敵の仮面ライダーで基本的にはあのワンフォームしか持ってないからね。うん、いやなかなかいいなと思います。はい、ではですね、ちょっと暗くして、光り方の方だけ確認していきたいなと思います。はい、じゃあみくちゃんちょっとお願い。はい、はい、こんだけ暗くすれば大丈夫かなと思います。じゃあ光り方確認していきましょう。まずは、フェーズ2ドラゴンフォームですね。変身。はい、ドラゴン刺した時にやっぱり青く光りましたね。うんうん、では続いてフェーズ3ラビット行ってみましょう。いきます。変身。うん、変身音が変わる以外は光り方とか特にコブラホームと変わんないのかなって感じですね。はい、一応確認してみよう。よいしょっと。うん、やっぱコブラの時は赤いもんね。はい、では続いてですね、エボルトリガーの方見ていきたいなと思います。じゃーん。はい、では続いてデラックスエボルトリガーの方見ていきましょう。こちら、仮面ライダーエボルブラックホールフォームに変身に必要なアイテムになりますね。これをつけることによってエボルはさらなる力を手に入れましたね。うん。あの時の力は半端じゃないよね。はい、では見ていきましょう。ビルドでいうハザードトリガーと同じですね。はい、横面見てみるとこんな感じ、裏面はこんな感じになってますね。はい、ベルトにセット待機音が発動して、変身ができると。オーバーザエボリューションと言いますよね。うん、で、必殺技の時は、やっぱりチャオが流れるみたいですね。で、エボルトリガー音声遊びで、オーバーオーバーザレボリューションと、オーバーザエボリューションが流れするみたいですね。はい。上の面はこんな感じ。うん。このね、白色、白と黒っていうフォームがなかなかかっこいいよね。はい。底面はこんな感じになってます。はい。それでは早速開けてみましょう。はい、ではですね、開けましたので見ていきましょう。さあ、ザザッと出してみると、おー、いいねー、エボルトリガーだー。はい、で、中には説明書が入ってましたね。すごいすごい、全然取れねえんだけど。よし、じゃあ止めた。あー、ちょっと箱壊れちゃったよ。はい、取るとこんな感じですね。おお、すごい、よくできてますね。はい、で、上面と、こちらが裏面になってますね。で、ボタンはオンオフとかじゃなくてこれ取ればいいのか。じゃあ取ってみましょうか。の前に造形見ていきましょう。はい、白色の部分は塗装なんですけども、塗装かな、これ。造形ってわけじゃなさそう。塗装ですね。はい、塗装でできてて、ここですね、入れる部分だけは、赤色でメタレットで、成形されてますね。なるほどね。はいはい、で、ボタンを押すと押しても特には何も変化はないのか。なるほどなるほど。はい、ではですね、これまず抜いてみましょうか。スポン、特に何もなし。はい、じゃあボタン押してみよう。はい、オーバーエボリューション。
おお、2回目。これでなんかしないといけないから。オーバーエボリューション。ふんふんふん、なるほどね。今のオーバーザレボリューションの時に、多分トリガー回さないといけないんで、レバーをね回さないといけないでしょうね。はい。怪人隊に変身するための BGM になりますね。うん。ボタンデッチ3つか、結構食うな。はい。QR コードを読み込めばブッドバスソウルとかガンバライジングとかで使えるみたいですね。なるほどね。はいはいはい、わかりました。じゃあですね、早速ベルトの方に刺していきましょう。では早速やってみましょう。今日がお前たちの命日だ。はい、刺すとこんな感じで光りますね。はい、じゃあ変身していきましょう。変身。ちょっと反応が遅かったかな。ちょっと黙りましたね。はい。じゃあ、必殺音。さすがにちょっと変身音が違いますね。変身音というか音が違いますね。面白い。じゃあ今、明るい状態でやってるんですけども、暗くしてちょっとやってみましょう。ミクちゃんちょっとお願い。はい。はい、ちょっとですね、傾いてしまうので、でここにね、スリーブを挟みました。はい、これで傾かないはずです。はい、じゃあやってみましょう。ちょっと紫色に光るのね。なるほど、いきます。変身。エボルトの笑い声がちょっと違うのが面白いですね。必殺技。チャオの言い方もいいですね。好きだなぁ。はい。ではですね、エボルト怪人体になってみましょう。はい。このままの状態で、もう一回、こう押して、で、そしたら、レバーを回します。はい。本当だったらね、黒いパンドラボックスのパネルがあったらよかったんですけどね。はい。じゃあ行きまーす。はい、これで、惑星一つ滅ぼせる存在になりましたね。恐ろしいもんだね。なるほどね。うんうんうん。とりあえず遊び方としてはこれで全部かな。
フィーバーフローモードで必殺技遊び回れますね。ブラックホールブレイクか。なるほどね。はい。じゃあ行きまーす。必殺技。はい、ブラックホールフィニッシュからブラックホールブレイクに変わりましたね。で、チャオの言い方はまたちょっと変わりましたね。へえ、面白い面白い。これで全部なんですけども、いいね、やっぱ面白いわ。はい、ではですね、もう一度光り方だけ確認していきたいなと思います。ミクちゃんお願い。はい。はい、ではですね、準備ができましたのでやってみましょう。はい、やっぱり光り方綺麗だね。じゃあ必殺できます。はい、というわけで、デラックスエボルトリガーとデラックスラビットエボルボトル&ドラゴンエボルボトルセットの紹介でした。はい。やっとレビューすることできたんですけども、やっぱりこれは、エボルファンとしては手に入れておきたいものだよね。僕個人としては非常に満足でいくものでした。ただ、エボルトリガーがちょっとね、扱いが難しいというか、めんどくさいっていうところがちょっとありましたね。一回ボタンを押すと、電源をね、これで塞いでも、これが記憶しちゃってるんで、二回目押すとね、オーバーオーバーザイブレーションになっちゃってちょっと変身ができないみたいな感じで、ちょっとめんどくさいなという部分があったんですけども、なかなか面白いものでした。はい。これはね、ぜひとも再販してほしかったね。エボルドライバーを再販するんであれば、エボルトリガーと、ラビットとドラゴンのエボルボトルセットもね、再販してもいいんじゃないかと思ったんですけどね。これはちょっと残念でしたね。はい。なんですけども、こうしてまあ無事、レビューすることができたということで僕個人としては大変に満足です。そしてですね、ブラックホールホームですね、こちらの RKS ですよね、ライダーキックスフィギュアで RKF か、ごめんなさい、 RKF シリーズのブラックホールホームがですね、どうやら4月の下旬に発売されるみたいなので、そちらの方が、発売され次第またレビューしてみたいなと思います。はい、ブラックホールホームは楽しみだね。あと SH フィギュアズのエボル と、SH フィギュアズの、ブラックホールホーム、こちらの方もね、気長に待ちたいなと思います。はい、まだまだエボル続きそうですね。というわけで紹介したバシとミクでした。はい、またね。チャオ。ミクとバシからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバシとミクチャンネルをお願いします。